スマートフォンやタブレット、パソコンとか、あらゆる媒体を使って、私たちは画面上を通してあらゆる情報と出会える時代に今生きていると思います。画面越しに出会うそれらっていうのは、ある種虚像だと思うんですけれど、その虚像との出会いっていうのが日常化して現実化した現代において、私たちの一期一会っていう概念自体も変化してきているのかなということを感じています。作品っていうのはね、存在していること自体が素晴らしいことで、本当はで、その上で誰かにこう希望を与えたりとか、そういうものが根底なければいけないと思ってるんですけど、誰かが喜んでくれたりね、そういうところっていうのはすごく大事なことだと思うん で、今回デジタルの作品を作ってみて感じたことは、最初こそその普段としている動作というかフィジカルを使わない分、若干の違和感は持ったんですけれど、それは慣れは解消してくれて、最終的にはデジタルでもフィジカルでも僕自身も違和感はなかったし、そしてそれに対して作家である僕も、ある種感動した部分もあったし、そこに関してはデジタルであろうとフィジカルであろうと差異はないのかなというふうに思いました。表現において流通っていうのは絶対的な宿命であって、システムですよね。それがなければ作家は作品作れないし、NFT っていうのは画期的な流通の仕組みであって、プライマリーマーケット、セカンダリーマーケット含めてですけど、それに対して今回僕のデジタル作品を NFT で発表したという形ですね。制作をしていく中で、自分の中で上がってきたワードとして、時間とか距離とか、グラデーションとか曖昧さとか、そういった言葉がピックアップされてきたんですけど、それっていうのは普段日常僕が制作をねしている時と何ら変わらないことだったので、デジタルで作品を作っていようとフィジカルの作品を作っていようと、その自分のその作品に対する思考っていうのは変わらなかったですね。